こんにちは。今日はね、ジーンズショップ渡辺の跡地をちょっとお話しようかと思います。あのここにあるね、黒い建物、黒と白の建物、ツートンの建物あるでしょ。ここがかつてジーンズショップ渡辺って言って、あのジーンズをねいっぱい販売してるお店だったんです。今でいうユニクロみたいな感じだったんですけども、もう今はないですね。でこの街頭にジーンズショップ渡辺のなんかねタイトルがあるぐらいなんですよね。ちょっとあれ画像撮っときますけども、チラシも結構積極的に入ってて、このショッピングセンターといいますかね、商店街の格をなすアパレルショップだったのかなと思います。まあ、結構ね店が多かったんですよ、ここ。今何もないですけども、あのマクドナルドも 800m 先にお店がありますよっていう看板なんですよ、これ。マクドナルドね。あと空きテナントだらけです、この辺は。ですので非常に寂しいんですけども、あのやっぱりね、大型のショッピングセンターといいますか、あのデパートがあったんですよ、天満屋っていう、天満屋福山東店っていうところかな。今さら地になってハローズの持ち物になってますけども、あそこがあった時っていうのは、あそこに勤めに行く人もいるし、あそこのお客さんもいるし、そこから発生したいろんな商売がこの商店街を作っていたんですけどもね、今はもう全くもう観光通りというかなくなっちゃって、バスはまあそこそこ来るらしいんですけども、あと不動産屋があって、今かすりっていう居酒屋さんは、まあ、あのまん延防止でやってない感じですね。まあそんなところ、あそこ青空ってあるでしょ、青空。青空っていうのもスーパーみたいなとこだったんですけども、青空これ今は仕出しの弁当屋さんぐらいになってるかな。で山崎パンの今バスが配送が来たんですけども、これもね、あの上の方のあれじゃないですか、どこかな、あのウォンツとかハートとかに持っていくんじゃないかなと思いますね。ね、まあいろいろとやかましいのも通ってるという。山本君行こうか、行こうか。じゃあジーンズショップ渡辺でした。